皆さんこんにちは、大瀬です。今回ですね、漫画紹介の方をしていきたいと思います。今回の漫画はですね、2013年に連載が始まりまして、ジャンプ誌に残る、人気漫画となります。それがこちら。はい、今回紹介する漫画はワールドトリガーでございます。まず早速ね、ワールドトリガーのね、簡単なあらすじから説明していきたいと思います。簡単にですけども、あらすじを紹介していきたいなと思います。28万人が住むミカド市に、ある日突然異世界へのゲートが開きます。そのゲートからは、ネイバーという、異世界からの侵略者が現れるんですけども、そのネイバーを撃退してくれる、人たちがいました。その人らがボーダーと名乗り、ミカド市の平和を守り、それが今現在発展し、ボーダーの、基地等ができます。そこで、最初は訓練生と活動するミクモオサム、そしてネイバーの世界からやってきた久我ユーマが出会うところから物語が始まっていきます。こちらのね、ワールドトリガーっていうのがね、どういうところが面白いかって言ったら、まず一つは、この漫画 FF ファンタジー、要するにバトル描写があるんですけども、集団戦っていうところに一つの面白さがあります。集団戦でね、ネイバーと戦う時もそうですし、あと模擬戦でしたら、共に戦ったボーダー隊員とも、戦うんですけども、そこで、いろんな戦略っていうのが、数多く存在します。特にね、この10巻の途中から21巻の、模擬戦のランク戦の時には、この戦略に伴って戦い、そして順位が、そして勝負の見どころっていうのもたくさんございます。2つ目はですね、戦いっていうのもあるんで、剣とか銃とか出てくるんですけども、生身で戦うのではなくて、トリオン隊という、強化隊になって戦って、そのトリオン隊が破られたら、ベイルアウト、強制退場になってから戦いに、勝ち負けっていうのが現れるんですけども、そのトリオン隊を破壊する時の切られた感、撃たれた感の描写っていうのも素晴らしいと思います。あとはですね、敵も味方も関係なくキャラが全員立っているっていうところも素晴らしいと思います。普通ね、モブキャラとかでしたらね、簡単な描写でシャッと描いちゃうって思うんですけども、こちらのね、ワールドトリガーの作者の芦原先生は敵も味方もきっちりキャラを立てて描いています。それに伴いね、いろんなキャラが出てくるに伴って、誰推し誰推しとか、そういうファンっていうのも数多く存在するかなとは思います。当然僕もね、サブのキャラで好きなキャラっていうのもいますので、好きなキャラを探すっていうのもね、楽しいかなとも思います。個人的に最後にはなってしまうんですけども、結構一番僕の主観では重要な点が、1回だけ読んでも面白くない、2回3回読んで初めて面白さが分かる漫画やと思います。まさにね、噛めば噛むほど味が出るということは、まさにこのことかなとは思います。特にね、1巻から3巻っていうのがね、すごい日常に近い感じなんですけども、4巻からそのボーダー入隊の時から一気にバトル描写が発展して、さらにトップレベルの戦いっていうのが一度出されます、ここで。そしてこの10巻から21巻の模擬戦の時に、主人公たちのチームがトップランクの戦いにどれだけ近づけるかっていう成長具合も書いていますので、そこを見届けてほしいです。それを1回だけでのみならず、2回3回読んだら初めて面白さっていうのは伝わると思います。最後になんですけども、僕の言葉でも限界がございますので、ぜひ一度のみならず2度3度このワールドトリガーという漫画を読んでほしいなと思います。長いご時間の間、ご清聴ありがとうございます。以上です。